はい、どうも、サロンです。というわけでね、今回はですね、先日開催しましたカードラッシュ CS という大会から、最新カードヨノワールがね、活躍しまくった試合を2試合見ていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。デッキレシピの紹介もございまーす。はい、こちらですね、左手がリザードニックスガルシア選手で、右手が、ドラパルト EX とスマイル選手の試合となっております。さあ、左手ガルシア選手先行から始まりますが、ドローして何もプレイできずに番を返します。さあ、そして右手ですね、スマイル選手ペパーからネストボールと森の封印付きを持ってきて、ネストボールでロトム V を、持ってくる、まあ、展開ですね。さらに仲良しポフィンもプレイしていって、デッキからドラメシアを2体出す、非常にいい手札なのではないでしょうか。ドラメシアに手張りもしておきますね。さあ、そしてここで即席充電で番が返ります。さあ、ガルシア選手先行1ターン目は何もプレイできませんでしたが、ペーパーを使うことで、ポフィンと封印石を持ってくることができます。さあ、そして持ってきたのがここはポッポ2体、そしてキチキースを出して、不思議な目リザードンですね。まあ、何もねカードはなかったんですけれども、まあ、不思議な目リザードンができてね、サイドを取っていけるというのは、ラッキーな部分ではないでしょうか。さあ、バーニングダークで早速ポップを倒していきます。スマイル選手はね、まだちょっとドローンチとかにも慣れてないので、最速で攻撃していくには少しね、要求カードが多いかなというようなイメージ。さあ、まずはドローンチに進化して偵察指令をするところからスタートですね。おっと、これはアメドラパルトでネオアッパーエネルギー、ちょっと動きが強すぎますね。さあ、これによって方向2ターン目から攻撃できるようになりつつ、封印石も残せております。さあ、そしてここはスターアルケミーを使っていきましたね。何かを1枚手札に持ってきました。そしてここはカウンターキャッチャーでポッポを呼び出して、ポッポラインを枯らすという作戦でしょうかね。さあ、ナンジャモを使っていきます。さあ、そしてヨマール、ここで登場してキチキギス EX も登場します。さあ、そしてファントムダイブでポップラインを気絶させていきまして、システム狩りですね。しかし、こうなるとキチキギスがかなり優秀ですよね。キチキギスのおかげで、このポップをやられた後のナンジャモに対しても逆手に取るで手札補充をしていけるというような状況になっています。さあ、そしてここは人影とヨマワルを展開してきて、ボスの指令でここはキチキギスをね、狙いに行きましたね。まあ、ドラパルトは、結局ワンパンはできないので、ここはね、一旦キチキギスを取っておいて、次のターンヨマワルを絡めてドラパルトワンパンするというのを考えてるでしょうか。さあ、スマイル選手、ここはアメでヨノワールに進化しましたね。そして偵察指令を使っていきます。そして釣り竿も使っていきますね。ここで、ポッポ、やられたポッポはキチキギスを山に返していきました。まあ、特にキチキギスを返せているのがかなり強いのではないでしょうか。さあ、ペパーで持ってきたのがポフィンですね。ポフィンで持ってくるのがここはドラメシアとポッポ。ピジョット EX がね、なかなか立てられない試合になっています。さあ、そしてドロンチにエネルギーを張りつつ、ファントムダイブでここは、200点リザードに入れていって、人影に60点入れていく流れになりました。さあ、そしてガルシア選手、ここはアメリザードンで煉獄支配を使っていって、リザードン EX に2枚加速していきます。さあ、そしてここネストボールを使って、対象なしです。さあ、そして輝くリザードンをね、ここで出してナンジャモを打っていきました。まあ、見てたらわかるんですが、ガルシア選手はね、この大会のレポートの記事でこの輝くリザードンを出したのがね、失敗だったというふうに話していました。さあ、なぜ失敗だったとなるのか見ていきましょう。さあ、右手スマイル選手、偵察指令を使っていって、ハイパーボールで、ハイパーボールと夜の単価を取らせて、ここはドロンチに進化していきました。さあ、そして島星ですね。これは結構珍しいカードの採用なのではないでしょうか。でも島星があるとね、ネオアッパーエネルギーを返してね、ドロンチでね、持ってくるみたいなこともできるので、実は結構強いのかもしれないですね。さあ、ここはカウンターキャッチャーを持ってきて、偵察指令でカウンターキャッチャーを持ってきて、
カウンターキャッチでここは輝くリザードンを呼び出していって、ヨノワールの特性で200を与えたリザードンを気絶させていって、ファントムダイブで輝くリザードンとヨマワールを倒して、再度4枚取りがねなんとできる状況だったんですね。俺ちょっとね、このヨノワール絡みの展開とかファントムダイブのね展開に慣れてないとなかなか気づけないんですけど、まあ、結果輝くリザードンを出したことでリーサルになってしまったというようなね試合内容になりました。対戦相手のガルシア選手のデッキレシピがこちら、そしてスマイル選手のデッキレシピはこんな感じでした。さあ次の試合も見ていきたいと思います。さあそれでは2試合目の方見ていきたいと思います。2試合目はですね、左手がカビゴンイルを先日 CL 札幌で優勝したクラポン選手、そして右手がリザードニックスのデラ選手となっております。左手クラポン選手スタート、カビゴンで、番を返します。さあそして、デラ選手ここは人影そしてヨマールを仲良しポフィンで持ってきて、ペパーを使って封印石とネストボールを持ってきます。そしてネストボールロトム、もう何度も見た光景ですね。さあ、ね、そしてここは即席充電でバンを返しました。結構ね、カビゴン LO を相手にね、ロトム V をね、まあ今までは出さないっていうようなプレイングも結構あったと思うんですけど、まあ、こう出していったということは、まあ、結構フトゥー博士とかね、そういうロトム回収カードとかも入っているとか、まあ、ここでね、3枚ドローを結構重要視したのか、っていうようなことが考えられるんじゃないかななんて思いますね。さあ、そしてですね、ここ、お囃子笛をね、カビゴン側使っていきました。さあ、ここは対象なしとなりましたね。さあ、そしてミミッキも出して、即席充電でバンが返ります。さあ、そしてリザードン側のターンですね。さあ、ここはスターアルケミ使っていきました。何かを持ってきます。まあ、やはり最初はピジョットになっておきたいでしょうかね。さあ、ここは不思議な目でヨノワールになりましたね、早速。そしてさらに不思議な目で、リザードン X です。さあ、煉獄支配を使って、前のポッポと、リザードにエネルギーを加速して、カーストボム、早速使っていきます。ダメ感を13個乗せることができますね。これでミミッキを倒して気絶させて、カードを再度1枚取ります。再度1枚取ったことによって、ここボスの指令でね、ロトムを呼び出して、バーニングダークの火力がね、本来だったら、180なところがもう210になっているので、ロトムを倒すことができます。さらにすごい釣り竿をすぐに使ってヨマールとヨノワールをね、デッキに返すことによってビワで釣り竿が抜かれる前に、山札に返すというね、見事なプレイングになっています。さあそしてヘビーボールを使ってカビゴンを呼び出していきます。クラポン選手、野党三姉妹でグッズを落としたいところですが、ここは落とせたのは3枚。カウンターキャッチャーしていないハイパーボール落とすことができました。さあ、そしてカウンターキャッチャーでここはロトムを呼び出してカビゴンで構えて番を返します。さあ、人影が出てきて、もう爆速でね、最後残り3枚になってますからね。ここは即席充電で番が返りました。さあ、そして、クラポン選手、野党三姉妹を使っていきますが、ここはノーヒット。まあ、すごい釣り竿なんかをね、できれば落としたかったところでしょうか。さあ、番を返しました。さあ、そして、リザードン側、ここで、ヨマワルを置きます。また来ました、ヨマワル。さあ、そして、ハイパーボールを使っていって、ポッポと人影が返りましたね。さらに、ヨマール、2枚採用、偉いですね。これによってね、サマヨールプラス、アメヨノワールみたいな動きもできたりするんでしょうかね。さあ、即席充電で手札を整えて番を返します。さあ、クラポン選手、相手はね、結構即席充電で引いてるんでね、ビワとかを打ちたいところなんですけど、ロトムがね、速攻でやられたせいでね、手札がちょっと少なそうな感じがありますよね。さあ、単価で、ここはミミッキを出して番を返しました。さあ、サマヨールに進化していきます、ヨマワールが。そして、即席充電で番が返ります。次あのね、サマヨオールがね、ヨノワールに進化できれば再度取れるでしょうか。さあ、ドローしていきます。さあ、ペパー使っていきますね。このね、カビゴン側がね、やっぱロトムが序盤に倒されてるっていうのがすごく意味合いとして大きい感じがしますね、今のところ。さあ、アメピジョットに進化していきますね。さあ、そしてマッハサーチでここから自由にサーチができるようになります。さあ、そして、バーンを返しました。ここは即席充電をね、使わなかったのはクセロ式だったりとかビワみたいなカードの対策でしょうかね。さあ、そして、マッハサーチをさらに使っていきまして、何かを手札に加えていきます。一気に動き出すでしょうか。さあ、ボスの指令でミミッキを呼び出して、これでロトムが逃げられるようになりました。さあ、ロトムが逃げました。そして逃がすためにボスの指令を使ってミミッキはヨノワールのカーストボムで処理。
強すぎるこの動き。そして出すしかないカビゴン、そしてこのカビゴンをバーニングダークで取るんでしょうかね。エボリューションみたいないらないカードを捨てつつ、さらにね釣り竿、もうねヨノワールを使ったら即座に釣り竿、そして手帳を使ってボスの指令でねカビゴン以外が来た時にねカビゴン倒せますよという状態にしつつ、ハイパーボールでポフィン2枚いらないカードを捨ててね、ここはカードサマヨールを持ってきておいて2体目のヨマールにサマヨールを進化させるというね非常に絶望的な状況。さあそしてここでバーニングダークでカビゴン倒して残り最後は1枚です。さあクーラポン選手、ここはペパーを使っていきました。そしてヒーローマント、ネストボールを持ってきまして、ここはネストボールを使ってオーガコン石杖の面 EX を出していきますね。このカード結構ねリザードンに強いんですけれども、サマヨール2発とかね、サマヨールプラスねマキシマムベルトプラスね人影の攻撃とかね、そういうので結構ダメージ食らっちゃうようになったっていうのが、まあヨノワールが入ってからの変化でしょうか。さあロトムを呼び出しましたが、ロトムを手張りで逃がしてマッハサーチでボスの指令を持ってきて再度取り切ってリザードン側の勝利となりました。リザードンといえばねカビゴン LO をかなり苦手とするデッキだったんですけれども、ヨノワールが入ったことによりねかなり圧倒できるようになったというような、試合展開でしたね。さあクラポン選手のデッキレシピはこんな感じでした。そして、勝者デラ選手のリザードンヨノワールのデッキレシピはこんな感じでした。リザードンプラスヨノワールね、ダメージのね、感覚だったりとか、サイドの進行とかがね、めちゃくちゃ難しいんですけれども、これからもね、しばらく強そうなデッキなんで、今から練習しておくと、これからのね、大会シーズンで、またね、有利になれるんじゃないかなと思いますので、皆さんね、早速練習していきましょう。というわけで、見てくださった方、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。